YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。神木まほろです。今日はこちらの絵本を読んで皆さんに感想をお伝えしたいなと思ってます。それでは早速読んでいきたいと思います。100万回生きた猫、230万人が涙した愛の物語らしい。あんまり中身は知らないんだよね。はい、今100万回生きた猫を読み終わりました。タイトルが100万回生きた猫ってなんだろうと思って、その100万回生きたんだよっていうのをすごい自慢してたんですけど、自慢して唯一1匹だけなびかなかったすごい綺麗な白い猫ちゃんがいて、その子にすごいアピールをするんですね、この方が。で、そのアピールの仕方がわからないもんだから、ずっと100万回も死んだんだぜって言ってるんだけど、でもそれでもふんって猫の独特のツンツンしてる感じがあったんだけど、それで白い猫ちゃんかな、妊婦さんで結構何匹か子猫産んだよっていうこの綺麗な絵があるんだけど、自分の子じゃないのにすごい自分よりも好きなくらい愛情が子猫に湧いちゃってるところとかが成長してるっていうか、仲良くねずっと生きていくもんだと思って、急にね猫ちゃんの方が亡くなっちゃうから、多分こういう泣く感情とかが多分ない子なのかなと思ったから、急にここで泣いてるのが気持ちが高ぶるというか、感情がない子がいきなり泣くとちょっとねグッとくるものがあるかなと思いましたね。最後ちょっとこの終わり方もちょっと切ない感じで終わってたんだけど、でもこれは物語としてすごい子供に見せてあげたいかなっていう素敵なお話でした。なんかいろんな100万回の生き方をしてきた猫ちゃんなんだけど、最後に初めて人じゃないけど、まあ猫ちゃんを愛したりとか、自分の子じゃないのに大事にしたりとか、今までのストーリーに出てこない感情が最後出てくるところがとっても素敵だなって思いました。最終的に猫ちゃん、白い猫ちゃん亡くなるけど、命の重みとかを感じれる物語なのではないかなと感じますね。人だったり動物だったり物だったり何でも大切にしてもらえるような感情になればいいかなと思いました。と続いては大きな木というタイトルの本です。作者がシェルシル・バスタインさん、なんか役が村上春樹さんという有名な方が訳されているようで、38カ国900万部の世界的ベストセラーらしいので、ちょっと興味ありますね。でも私初めて見たの全然わかんないけど、とりあえず読んでみたいと思います。ん？これ読み方あってる、スタートがニッキーにって書いてあるのちょっとこれ怪しくない？大きな日読み終わりましたちょっとね、私一回今読んでみて率直に言うとモヤモヤした気持ちが残ってますというのは、その大きな木がこの少年にリンゴを与えたりとか葉っぱを与えたりだとか、最終的にはもう幹まであげるよって言って、それで幸せなんだって言ってるけど、ちょっとね私は理解できなかった。ちょっと一回だけじゃ本当にまだ理解はできないし納得できないし、今自然のことすごい言ってるけど環境とかを訴える意味ではいい一冊なのかなとは思います。なんか奥が深すぎて、もうこことかちょっと私悲しくなりましたね。なんか寂しい、こことかちょっと切ないかなって思ったり、自分の今の生活とか考えさせられますかね。環境に対してちょっと考えさせられる一冊なのかなと感じちゃいましたね。いろんな答えがあってもいいのかなっていう気はするんですよね。私はそう感じちゃったけど、見てる側とかがじゃあ大きな木をいざ読んでどういうふうに感じる
かは受け取るかは分からないけど、読んでみる価値はあるかなっていう。違う意見としてはこういう意見がありそうだなっていうのは何か。当たり前にやってることが当たり前じゃない部分もあるじゃないですか。これは読んだ人の感想を逆に聞きたい私本当に私はこういう意見だけどみんながどう思うかですよね、うん、逆に感想を聞いてみたい。いろんな人の答えというか回答を聞いてみたいし。大きな木を読みました。あともう一つ最初に読んだ100万回来た猫も読ませていただきました。よかったら皆さんの感想を聞きたいのでコメントをください。あとチャンネル登録を忘れずによろしくお願いします。あといいねもお願いします